はい、皆様お疲れ様でーす。お酒の塾長です。塾長オブお酒でーす。今日もよろしくお願いいたします。この度はね、ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。いつもありがとうございます。今回は軽く一杯124杯目になります。テーマはですね、ビール、代表的な小麦ビールのバイゼンですね。それのですね、有機農産物加工種類ですね。そのバイゼンを飲んでいきましょう。お酒の種類は、ビール、オーガニックバイゼン、エール、銘柄、バイゼンビール、原料無農薬、有機栽培の生ビール、原産地、ドイツ、輸入者、日本ビール、アルコール度数 5% になります。今回はですね、有機農産物加工種類ということで、いわゆるオーガニックですね。有機栽培の麦芽、有機栽培のホップ、そしてですね、天然の湧き水、そちらを、使用したバイゼンですね。バイゼンっていうのはね、有名なのはあれですよね、日本でいう銀河高原ビールに代表されるビールのスタイルでして、小麦ですね、小麦麦芽を使ってたりしますので、非常にきめ細かい泡、そしてですね、なんていうのいいんでしょうね、ほろよい酸味っていうんですかね、すっきり爽快っていう、そういうね、ビールで、結構苦くないっていうことで、苦味が控えめっていうことでね、人気が高いビールですよね。私もバイゼンね、大好きですね。バイゼンっていうのはバイス、ドイツ語で言う白いとかですね、そういう意味で、泡が白いとか、あと小麦はタンパク質が多いのでですね、ビールが白濁するとかね、そういう意味。あと地方ですね、バイゼンっていう地方のなんか方言がなまったとかいう由来があるんですけど、一つだけ言えるのはドイツのですね、伝統的な上面発酵ビール、いわゆるエールの一つ、それがバイゼンですね。バイエルン地方なんで、ミュンヘン近くでよく作られるものですね。それのですね、有機栽培麦芽、有機栽培ホップを使ったですね、有機農産物加工種類、いわゆるオーガニック。英語を見ると、ラベルを見るとこのひまわりなんですけど、ピンクスっていう醸造所ですかね、ピンクスオーガニックバイゼンビアっていうふうに書かれてますね。どうでしょう、このひまわりが結構ね、特徴ですよね。なんかすごい、デザイン的にもなんかいいですよね。こういうのがね、おしゃれだと思います。さあ、ちょっとね、喉も渇いてることなので、早速抜栓栓を抜いてですね、飲んでいきましょう。はい、では失礼いたします。早速開けていきます。さあ、うまいこと開けれるかな。これはもう簡単でうまいこと開くんですけどね。よっしゃ、さあ、ついていきましょう。おお、すごい泡立ち、やっぱいいですね。このままだと泡だらけになるから、ここでちょっと斜めに徐々に入れていきましょう。ちょっとね、これバイゼンのグラス、ドイツのね、グラスを使用しております。さあ、どうなるでしょうかね。おお、やっぱり泡立ちいいですよね。なかなかいいんじゃないですかね。そしてトク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 って入れていきましょうか。おお、やっぱりバイゼンは泡が立っていいですよね。おお、これすごいパンみたいな、ね、匂いがふわーってきてますよね。お、これぐらいいくとちょっと泡がね、漏れそうなんで、弾けそうなんで、こちらで一回止めてみましょう。どうでしょうかね。そこそこうまいこといきましたね。そこそこって結構うまいこといきましたね。ちょっと泡が減ってきたんで、もうちょっと入れていきましょうか。これこうやって、なんていうんですかね、ほら、すごくないですか。結構上まで行きますよね。これがやっぱりバイゼンの、楽しみっていうところですね。非常にね、上まで行きましたので、さすがこれもうバイゼンっていう感じがしていいですよね。いや、上手に告げ、個人的に言うのも変ですけど、上手に告げましたね。では早速いただいていきましょう。いや、いいですね。泡がこんもりね、持ってですね、非常に素晴らしい感じがありますね。いやー、いいね、こういうのね。はい、飲んでいきましょう。そうですね、結構白濁してて、ちょっと半透明ですね、不透明な感じがするっていうイメージでしょうか。
そして泡はクリームのようなバニラのようなね、非常にクリーミーですね。きめ細かいです。香りを取ります。そうですね、あの甘い麦の香りとですね、なんていうんですか、もうあれですわ、パン、小麦からできるパンですね。パンのイメージが相当ね、ふわーんってしてですね、甘いパンっていうんですかね、なんかそういう香りがしますよね。ビールは液体のパンっていうのがまさしくそのままのね、表現だと思います。さあ、喉が渇いてるんで一口いただきましょう。うん、いやー、うまいな。スルスルと飲んでしまいますね。あのやはりですね、あの甘みと酸味が主体、まあって言っても甘ったるいものじゃなくてですね、程よい甘み、程よい酸味がありまして、苦味は控えめですね。で、あのモワモワって後からね、余韻が長くて、あのなんていうのかな、あの余韻、あの旨味が続いていきますね。非常にすっきり爽快で爽やかでね、あとは存在感があるっていう風にじわ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 ね、余韻が続きますよね。で、程よいさ、あのなんていうんですか、あの炭酸もありますので、スッとね、なんて言うんでしょうね、余韻を残しつつ綺麗にフェードアウトして、またもう一杯飲みたくなるというようなね、そういう優れたあのバイゼンですよね。なんだろう、あの一般的にバイゼンって言ったらね、あのバナナとかね、バニラとかクローブとかね、スパイスとかそういう香りが強いって言うんですけど、まあ、あとパンとかももちろんするんですけど、これはこのバイゼンはどっちかというとですね、最後に申し上げたパンですね、パンの香り、いわゆる、小麦の香りが非常に際立ってる印象が強いなというふうに思いますね。ちょっとね、グラスが、あの泡が減りましたんで、この状態で香りを取っていきましょう。そうですね、やっぱり穀物的な感じが全面的に出てるっていう感じですね。なんていうのかな、食パン、本当に軽くトーストした食パンみたいなイメージ、クロワッサンみたいなバター系ではないですね。やっぱり小麦からできたパンっていうね、まあパンって小麦でできとるんですけどね、そういうね、あの生のパンっていうイメージですかね。パンにちょっと水を加えたみたいなね、あのサンドイッチのパンみたいなイメージもありますよね。ということは間違いなくこれあれですね、パンと間違いなく合うというそういうね、あのパンが食べたくなるようなね、ビールですよね。うん、不透明でいいですね、これね。小麦のタンパク質、小麦タンパク質が多いんですね。で、タンパク質を細かくするとペプチド、ペプチドを細かくするとアミノ酸っていうところになりますので、タンパク質が多いビールっていうのはね、あのやはりあの必然的にはまあアミノ酸も取ってるというようなイメージになりますよね。しかしうまいな、これ。うん、まあ、グイグイいけますよね。あ、でもこれぐらい飲んでいくとちょっと苦味の存在も出てきましてね、あのなんていうのかな、こなれた苦味っていうんですかね、苦いとかいうわけではなくてですね、すごい落ち着いた感じしててですね、非常にね、素晴らしいバイゼンかなと思いますね。書いてますね、ここにね、有機農産物加工種類というふうに書かれております。まあこういうかっこいいマークがありますね。これピンクスという醸造所でしょうかね。まあそういうデザイン、まあデザインもいいですね。このひまわりっていうのがですね、非常になんかね、あのほんわかするような感じがしますね。で、ちょっと調べたんですけど、あの現在ですね、ビールとか、まあ他のお酒もそうですけど、アルコール類は有機 JAS ジャス認定ですね、の対象とはなっていないんですよね。しかしながら有機ですとかオーガニックと表示するにはですね、国税庁が定めた、お酒で酒税ですからね、国税庁感覚になるんですけど、種類における有機等の表示基準というね、規則があるんですね、に従って、製造を行う必要があると。で、基準にさえ従ってれば製造できるっていうことなんですね。で、それらがですね、有機とかオーガニックと表示することができると。まあ、しかし、あの有機ジャス認定とは違うのでね、ジャスマークはつけることはできない、有機ジャスマークはつけることはできないっていうことなんですね。で、実際この有機農産物加工種類っていうのは何かというとですね、そうですね、簡単に言うと、あの
格付けされた有機農産物等を使用して生産した種類、まあ簡単じゃないですね。結構定義は難しいですね。とかね、放射線照射および遺伝子組み換え原料製造も含むんですけど、それを使用しないこと。で、食品添加物は必要最低限度の使用で別表に記載されているものとかいう、こういうね厳しい基準をクリアしたものと。そしてですね、何かまあそのなんていうんですかね、そういう申請をしたものがこういう有機農産物加工食品種類っていうんですかね、加工種類か、そういうふうな表記ができるっていうことですね。まあこれなかなかオーガニックとか有機っていうのは難しくて、オーガニック有機だから美味しいかって言ったら、まだそれは別の話かなと私は思いますよね。オーガニックで今回のように美味しいものもあればですね、オーガニックじゃなくてもですね、非常に優れたものがある。まあ、あの優劣はつかないですね、これはね。そういう、なんて言うんでしょう、作り手のフィロソフィーっていうかね、コンセプトによるものかなと思いますので、これは本当に消費者の方のご自分の基準に合わせて飲んでいくというようなものですかね。そういうふうに思いますよね。しかし、バイゼンっていうのは面白いビールですよね。苦いビールが苦手っていうような方にもはね、絶賛でね、これ今、2月に撮っとるんですけど、当然夏も美味しいんですけど、2月もね、こうやってお風呂上がりとかに飲んだら非常に美味しいですね。お風呂上がりじゃなくても全然ね、普通でも美味しいんですけど、スル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 飲んでしまうっていうのがこのバイゼンの魅力ですよね。本場ね、ドイツも私行ったことあるんですけど、その時もバイゼンすごい美味しかったですよ。やっぱりバイゼンっていうのは本当にね、ビールの中で、ぜひとも飲んでいただきたい。およびぜひとも覚えていただきたいビールのスタイルということをですね、改めて認識したかなというふうに思います。で、今回どうやろうな、これヘーフェバイゼンかクリスタルバイゼンか、ちょっと表記がないのでわからないんですよね、これね。ヘーフェっていうのはですね、いわゆる酵母入りで、クリスタルっていうのは酵母をろ過してるっていうものなんですけど、おそらくこれは小麦の白濁したものを、タンパク質白濁したもので、酵母は入ってないから、おそらく入ってないと推測されるんで、おそらくクリスタルバイゼン、まあでも結構不透明、ちょっとね、何とも言えないところありますね。ヘーフェかクリスタルかわからないようなバイゼン、まあそこがまた一つ謎があって魅力的なところかもしれませんね。ヘーフェ、酵母が入ると結構ね、アミノ酸系統が多いので、すごい複雑な味、苦味が呈したり旨味が増えたりするんですけどね、まあ保存とか流通が難しいっていう感はあります。まあ、お好みに応じて、シチュエーションに応じて、ケースバイケースで召し上がっていただければというふうに思います。はい、すいません。そろそろお時間になったようですね。この度もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければ次回もご視聴いただけたら幸いです。今日はですね、バイゼンですね。オーガニックバイゼン。バイゼンビール、原料無農薬有機栽培の生ビールを美味しくいただくことができました。今日もありがとうございました。今夜はバイゼンで乾杯。